33歳男です。私には結婚を考えている彼女がいるのですが、子供を産むことを考えたとき、彼女が一重なことだけがどうしても気になっています。子供を美形にするためにもっと綺麗な人と結婚した方がいいかもと考えています。一緒にいて楽しいんですが、彼女は優秀で自分よりも稼ねが良く、一重以外何も問題ないんですが、<laughs> よいさょ、この家状況を考えて子供がずっとき合い続けるべきか別れるべきかどう思いますか。えっと、どうでもいい <laughs>。<laughs> まず、あの、一重でも美人はいっぱいいます。で、あの、問題なのは、あなたが不細工なことです。 あの、仮に結婚相手が不細工だったとしても、自分自身が綺麗であれば、割と子供は綺麗になる確率が高いんですよ。なので、あの、南海キャンディーズの山ちゃんと、あの、女優の方が結婚したんですけど、多分、あの、子供は綺麗になるんですよ。なので、問題は、その、彼女さんが一人であるのでなく、あなたが不細工であることです。で、あの、顔の不細工と心の不細工両方抱えてるので気をつけてください。 31歳で奥心です。縁のない田舎に転勤で住んでます。顔は中の上ぐらい、年収500万。どうしたら結婚できますかえっと、まずあの、自分から顔は中の上って言ってる時点で、多分中の下です。はい。で、あの、本当に中の上であれば、そんなに困んないですよ。まあ、地方がどこだかわかんないですけど、地方で年収500万あって、 たら、そこそこの人、彼女はできると思います。で、それができてないということは、残念ながら、中の下です。なので、あの、自分中の下であるっていうことをまず認識して、顔で人は来なかったっていうのを自覚してください。で、顔はそんなに良くないけど、年収500万っていうのでも来てないというのをまず自覚してください。 なので、そんなに金が稼げない不細工であるっていうところをスタート視点にして、もうちょっと金を稼いで、金の力で何とかするっていう方向にした方がいいと思います。要は31歳なので、その、20代であれば見た目押しはいけるんですけど、その30代になって見た目押しができないのに、見た目押しができると誤解をしているっていうのは周りから見ると結構きついんですよ。 要はその、僕の知り合いの死んで魚を運営してるおっさんがいるんですけど、そのおっさんが、俺見た目はいいんだけど、モテないんだよねって言ってたら、いや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 って周りになるじゃないですか。もうその状態です、残念ながら。っていうのを多分周りの人は言ってくれないんだと思うんですけど、現実はそういうことなんじゃないかなと思います。はい。えー、経験少ないので風俗行きたいけど、病気が怖いです。行かなきゃいいんじゃないの安全な風俗教えてください。どどどど,ど童貞ではないです。行かなきゃいいんじゃないの <laughs> 別に経験が少ないからとして別にいいんじゃないの <laughs> なんだろうな、その経験があるからモテるわけではないです。多分、あの、彼女いない方だと思うんですよね。で、その彼女がいない理由が経験がないからなんか物おじてしまうみたいな勝手な理由になってると思うんですけど、まずあなたがモテないのは経験が少ないからではなく、不細工だからです。イケメンだったらもうモテてます。で、金持ってたらもうモテてます。なので、金もなくて不細工だからモテてないですと。 で、そこで多少風俗に行って、その性的な経験を得たとしても、不細工であるし金がないという事実は変わりません。なので、今やるべきことっていうのは、清潔感と話しやすさ。